マドリッド国際スポーツ大会を終え、日本サッカー協会の会長となった片桐は、悲願である日本のインターナショナルカップ優勝に向けた新体制について記者会見を行うことになった。日本のサッカーは転換期を迎えています。マドリッド国際スポーツ大会後、多くの選手が海外へと移籍していきました。これによって日本人選手は大幅に成長することになるでしょう。そこで我々日本サッカー協会は一つの方針を決定しました。それはインターナショナルカップに起用する選手を、これまで日本代表として支えてきたベテランではなく、マドリッド国際スポーツ大会を戦った若い選手を中心に起用することです。若い選手を起用するという方針に対し、不安に思う皆さんのお気持ちは分かります。ですが今、日本代表は大きな進化を遂げようとしています。その進化を確実なものとするためにも、我々は挑戦をしなければなりません。もちろん選手だけの力に任せていては、その可能性を閉ざしてしまうことになります。だからこそ、これからの日本代表には、新しい監督が、若き才能を導く指導者が必要なのです。そんな大役を担える人物を、私は一人しか知りません。他国での監督経験もあり、何よりも日本サッカーのことを熟知している男。彼なら成長した選手たちをまとめ、日本を優勝へと導くことができるに違いありません。それでは紹介します。日本代表の新監督は、リーグに代表戦、みんなが俺の活躍を期待してくれている。よし、頑張るぞ翼。どうしてロベルトがここに？俺の新しい仕事の第一歩はここから始めようと思ってな。え？翼、この日本代表のユニフォーム、お前に受け取ってほしい。日本サッカー協会からのオファーを受けることにした。俺が新しい日本代表監督だ。ロベルトが？俺は
お前を新チームのキャプテンに指名する。そして新しい日本代表をスタートさせる。お前と一緒にアジア予選を勝ち抜き、本戦に出場し、日本のインターナショナルカップ優勝を目指す。それが俺の新しい仕事であり、次の新しい夢の始まりだ。ロベルト、俺が小さい頃からサッカーを教えてくれたロベルト、ブラジルに渡ってからもいろいろなことを教えてもらった。ワールドユースでもロベルトが率いるブラジルとの決勝戦はこれからもずっと忘れることはないと思う。エルクラシコでの試合にはわざわざスタジアムまで駆けつけてくれた。そして今ロベルトは俺を必要としてくれている。共に戦う仲間として、俺嬉しいよ。また一緒にサッカーができるんだね。ロベルトと一緒に日本代表として戦えるんだね。ああ、そうだ。ようやくお前と共に夢を追いかけることができる。翼、俺と一緒にインターナショナルカップ優勝を目指そう。Hmm.